あと、カイロをぶっ飛ばすのはこの俺だ。 やるじゃねえか。あとはこいつらを倒すだけか。やるぞ麦わら。 逃げられると思うなよ。ビッグマム、もう着いたのか。こうなったら先にあいつをぶっ飛ばそう。ビッグマムだと。カイドを倒す邪魔をしやがったら承知しねえぞ。 ジャックピッツ！ 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 ジャ
さんの熱を麦わら命取られる覚悟はできてんだろうな。うるせえ、お前こそ俺の邪魔するな。来いビッグマン、俺の力思い知らせてやるな。計画を台無しにしやがって。お前の首取らなきゃ落とし前がつかねえんだ。だったらお前もここでぶっ飛ばす。誰だろうと、俺はもう逃げねえ。最悪の世代、生意気なガキどもが俺に立てつくんじゃねえ。四皇がどうした。てめえらを倒す覚悟で俺は海に出たんだ。話にならねえ。最悪の世代だと笑わせるんじゃねえ。お前らがやってんのはただの海賊ごっこだ。貴様、カイドウ、お前バカ、こんな野郎と組んだくらい俺の首が取れるとでも思ったのか。お前らみてえなガキが海賊王になるかと図に乗るな麦わら。俺の下につく気がねえならもういい。二人仲よ、死ねえ。かつてこの世の全てを手に入れた男、ゴールドロジャー。彼の死に際に放った一言は、人々を海に駆り立てたという。グランドラインの果てにあるというワンピース、その宝を狙い世界中の海賊が海へと乗り出した。人々はロマンを追い求める。世はまさに大海賊時代。なんかが海賊になれるか。なる。俺はいつかこの一味にも負けない仲間を集めて、世界一の財宝を見つけて海賊王になってやる。おお、俺たちを超えるのか。じゃあこの帽子をお前に預ける。俺の大切な帽子だ。いつかきっと返しに来い。
派な海賊になってな。怒りを上げろ、大晴れ、出発だ。そして少年の冒険は10年後のこの場所から始まる。10年後。いやー、今日は船出日和だな。まずは仲間集めだ。10人は欲しいな。よっしゃ、行くぞ。海賊王に俺はなる。